で、この才能っていうのは呪いと祝福が両方あるんですよ。その才能を呪いにするにも祝福にするのも、これからどれだけその才能を使うかってことによってくるわけですよね。ただ単に勘違いしてるんだな、この人たちはっていうのが見えてくると、本当に家族にごめんなさいねって謝れると思います。で、それができないと、勘違いした人たちと一緒につるんで、自分も勘違いした人になると思います。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。はい、こんにちは。健さん、はじめ。沖縄県と申します。はい、今日、田健さんに質問させていただく機会をいただけて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私のずっと解決できない疑問があって、今日させていただきたいと思ってます。で、私はちっちゃな頃からずっと人の気持ちとか、気持ちですね、気持ちを聞こえたり、言葉に色が見えたりとか、っていうことが普通にあった人なんですね、それってとっても当たり前のことだと思ってずっと大きくなっていて、でだからあまり人に嫌なことも、人の気持ちが見えるもんだから嫌なことも言わないししないし、でそれで人からも、ほぼほぼ好かれて大きくなっていって、で自分が人の心が感じちゃうもんだから自分の心も人に見えて当たり前スカスカに見えちゃうんだろうなと思ってずっと大きくなってきたんですよ。でなんか40代の中頃でこれが周りと変わってるっていうことに気がついて、ずいぶん遅いですねでその時に気がついて、で当時の職場でバッて褒め合ってるんだけど、すごい黒い息を張って吐いて罵り合ってる人たちがいたりとか、よくこんなとこでみんな平気だなっても不思議で不思議でしょうがなくて、その頃に私だけにこれ感じるんだなってことを初めて気がついたんですよ。で、それから、それを扱うことっていうのはもうできるようになって苦しんではいないんですけど、ただ不思議なことが、どうしてそもそもそういうことが私はできるのかな、できるというかそうなのかなっていうことが不思議でしょうがなくて、その仕組みというか理由というか訳というか、なぜそうなのかっていうことが知りたいです。なるほど。人によってはね、例えば走りが速い人、歌が上手い人で、目がいい人がいるんですよ。で僕は老眼にならなくて、これなくても全然 OK なんですよね。で遠くも近くも見えるんですけど、それはたまたまその目を測ってもらったら、その老眼にはなってるんだけど目の調整能力は異常にあるそうなんですよ。だから老眼が全くその影響されないっていう、ちょっと特殊な目、筋肉の関係らしいんですけどね、そういうのと同じように、その道夫さんはこう視力がいいんですよ。そして感性が高いんです。普通の人は目盛りが10センチ単位なんだけど、道夫さんはミリ単位なんです、メモリが。だからちょっと不都合な時ありますよね、うるさみたいな感じのなんか感情とかがドンと来たりだとかっていう時は、ちょっとメモリをね変えて、なんかこう繊細中なんか鈍感みたいな、鈍感にしなくちゃいけないとかっていうのが必要だと思うんです、はい。でこの才能っていうのは呪いと祝福が両方あるんですよ、はい。祝福は上手に使えたら祝福になるんですけど、その上手に使えないところは呪いになるんですよね。人が信じられないとか、すごいずるい人がいっぱいいるとかっていうのは、その才能を使えない場合なんですよ。なのでその才能を呪いにするにも祝福にするのも、一応さんがこれからどれだけその才能を使うかってことに寄ってくるわけですよね。だからその自分の才能をもっともっと使って人を幸せにしたいって心から思えるようになったら、もっともっと才能が使えると思います。で、そしてなんでその才能が与えられたのかっていうのは、今使ってないからよくわからないんですよ。なんでこれ私のなんかカバンに入ってたんだろうって、いらないんだけどな、この道具みたいな。邪魔だから捨てちゃうみたいな感じなんですよ。でももしそれを使い出したとしたら、
多くの人が使えない道具を道夫さん持ってるんですよ。そうするとね、今日道夫さんが僕に聞いた答えが、ご自身で、あ、これで私はこれもらったんだなってことがもっとはっきり分かると思います。なので僕のアドバイスとしては、本当に道夫さんがそれを知りたかったら、その才能を使ってくださいっていうのが僕の答えです。カードリーディングをやっていて、うん、リーディングはたくさんの人をやりました。ああ、例えばね、はい、うん、でもね、うん、もうちょっと違うものがある感じがする。わかります、わかります。もう一個、もう一個です。はい、あのね、はい、タロットは安全すぎ。タロットカードの後ろに隠れてる道夫さんを感じますね。はい、うん、なので、はい、まあ、ある意味誰でもできるようなことやっちゃダメですよ。はい、うん、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとう。はい、ミンさん、はじめまして、こんにちは、ミントと申します。はい、こんにちは。ケンさんの娘さん のステラさんが大好き、はい、よろしくお願いします。そうなんですか、ありがとうございます。大ファンです。はい、よろしくお願いします。質問なんですけど、私、うん、今もう50歳になってしまって。全然そう見えないですね。はい、ありがとうございます。すごい、シワが一個もない。あ、ズームなので私こうやってズームをやり始めて、すごい、うん、ズームでやる空間が大好きになって、はい、全然医療系の仕事とかして、全然今まで違う仕事なんですけど、うん、これを活かして何かズームでの仕事がしてみたいなと思ってるんですよね。はい、頑張ってやってみようとは思ってるんですけど、はい、家族がどっちかって言ったら、まあ、マイナス言葉、マイナス思考って感じで、なんか自分は行動をこうやって起こしていきたいなと思ってるんですけど、ちょっと足かせみたいな感じで全然逆方向に引っ張られてるんですよね。うんうんうん、でそれでも自分はもうやっていくぞと思ってやっていって、でこう幸せがつかめるのかっていうのとかも考えたいんですけど、何かいいアドバイスといい気を送っていただけなるほどね。今聞いた感じだと、ミントさんが不必要にポジティブになってるので、はい、だから周りがおいおい、そんな上がったら危ないぞって言って足を引っ張り下ろしてくれてるんじゃないでしょうか。うん、言ってみれば熊のプーさんが風船持っててふわふわ上がってる状態なんですよ。まさにそれですね。うん、でそしてそれって結構危ないじゃないですか。だから危ないって言って、なんかこう、なんかそんなんで行って途中手離したり風船割れたら落ちてね、痛い目に遭うよっていうふうに思って反対してくれてるんですよ。だからこの人たちはネガティブなことを言って反対してるんじゃなくて、ミントさんのことをマジで心配して止めてくれてるんですよ。そうなんですか。どう思いますか。そんな気もするんですけど、でも自分としてはなんか行動を起こしてどんどんやっていきたいっていう方が強くなっていて、うんうん、そうだから、とにかくプーさんがもう風船でね、飛ぶんだって、天国に行くんだって言って、天国に行きたいみたいな気持ちになってるんですよ。はい、そうなんですけど、これはじゃあ止めた方がいいんですかね。だからその前にまず止めてくれてありがとうって、それを愛から止めてくれてるんですよ。はい、なのでごめんね、ちゃんと聞けなくてっていうのはまず聞けるかどうかなんですよ。それはできそうですか。そうですね。なんかこのズームとかをしてこう話してるのとかもうるさいんだよみたいな感じで言われてしまうんで。そう、それなぜかというと、自分がね、今退屈な人生を生きていて、ズームやったりクラブハウスやったらいい人生っていうか、ふわふわ楽しい人生に行けるって確信してるんですよ。はい、私は。だから今を否定してるんですよ。その否定してる今の中に家族が入ってるんですよ。だから言ってみれば、今の家族を捨てて、でそしてプーさんとなって上に上がればきっと楽しいことがあるに違いないっていう風な感覚で今全てのことをやろうとしてるんですよ。そうです。そうだから、そのやり方だったら家族は自分が否定されたとしか思えませんよね。だからそれに対して攻撃を仕掛けてくるってことなんですよ。はい、違いますか。その通りです。はい、だからまずその前に、上がる前に、もし本当に上がりたいのであれば、はい、一つ秘密をお教えすると、お願いします。まずその上がるのをやめるって、私、ね、いろいろ言ってたんだけど、もう全部勘違いだったっていうふうに、嘘でもいいから言ってみてください。上がるのをやめる、だからね、別に上がるのやめなくていいんですよ。はい、でも一回ゲームとして
や本田健さんとね話す機会があって、で相談したら、それはお前が間違ってると、ね、ミントさんそうじゃなくて、ね、それはそんなことよりもまず家族の方に行かなくちゃダメだよっていうふうに言われて、本当にそうだったのごめんなさいねって謝ってあげてください、かわいくそうそう、でそういう形で謝ったら、ってびっくりするんですよ。で、いやいや、お前は君上がった方がいいよって言って押し上げてくれるはずなんですよ、うん、でね、今だったらプーさんが上がっていくときにも吹き矢で吹いて落としてやれみたいな気持ちなんですよ。そうですね、うん、だから逆にいやいや、お前はねやっぱりなんかやらなくちゃっていうふうに向こうから言われるぐらいになってからやったらいいんですよ。それがね、今自分がポジティブになりすぎてるってことに気がついてないんですよ。なりすぎてですかね。今度もまた東京に行ってちょっと自分より次元の高い人に会ってみようと思って、うん、もう東京に行くチケットとかも予約して行くんですよね、うん、加納さんとかにも会う機会があって行くんで、でそういったことがね悪いってことじゃないんですよ。ただその行く時のエネルギーなんですよ、うん、そのエネルギーがもうあなたなんてもう死っていうふうにして、私はこっちに行くのよって、次元が高い方に行くのよっていうふうに言われた方は感じ悪いですよね。そうですね、そうだから今頭の中で上下があるんですよ、すごく、はい、何かをやってたりする方は上、やってない方は下っていう価値観もあるんですよ。あります、あります、うん、例えばそういったことが一個一個訂正しないと、はい、今度これをご覧になってる人たちもこの人はすごい上から目線で言ってんなっていうのは微妙に分かるんですよ、うん、だからそれが上か下かとかっていうことを考えないぐらいならないとことには、はい、本当にねたくさんの人たちに支持されるってことはないんですよ、はい、例えば YouTube とかでめっちゃこの人上から目線だなっていう人っていませんか、たまに。ああ、そうですね、いますけど魅力的だなも思って見ちゃってますけど、うん、だからその時に、はい、この人すげえ勘違いしてるなっていうところと、そういう人物になりたいなっていう風なのが両方とも今同居してるはずなんですよ。あ、ね、でそれはパワーへの憧れとか、うんうん、なんか活躍してるから素敵な人だっていうふうに勘違いしてるんですよ。だからそういった人たちが、あ、ただ単に勘違いしてるんだなこの人たちはっていうのが見えてくると、うん、本当に家族にごめんなさいねって謝れると思います、うん、でそれができないと勘違いした人たちと一緒につるんで、自分も勘違いした人になると思います。なのでこれがどれだけピンとくるかわからないんですけど、方向が間違ってるんですよ。それだとね、その高いところに飛べないんです、うん、でね、一回こっちじゃなくてこっちに行かなくちゃダメなんですよ。はい、うん、でそしてそのなんか本当に申し訳なかったみたいな気持ちがね溶け合ったら、そのなんかエネルギーでふわーっと上昇できるんですよ。うん、全体で今一人で行こうとしてるんです。あ、そうですね、うん、うん、それはね薄っぺらすぎてそんなにエネルギーが出ないんですよ。そうですね、うん、だから薄っぺらかった私っていう風に謝ってみてください。そうしたら、そうだろう、言った通りだろうみたいになると思います。はい、もう目に浮かぶようでしょ。はい、目に浮かんでます。もう勝ち誇った浮かんでなんで、ね、勝ち誇った状態がで、ね、もう相手を勝たせなくちゃダメなんですよ。ああ、そうですね、ね、そうで、そして相手を勝たせて、で勝たせて安心したら、いやいやいや、でもお前頑張れよっていうふうになるはずなんですよ。わかりました、うん、ちょっと帰り見て相手を勝たせます。ありがとうございます。 それがね、負けるが勝ちってことわざの意味なんです。はい、負けるが勝ち、はい、はい、まあ、それでも勝ち負けなんだけどね今半分で冗談で言ってるんですけどはい、はいはい、ありがとう。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームよしさん。私のおすすめは樺沢紫苑先生の今日がもっと楽しくなる行動最適化大全という本です。精神科医の樺沢紫苑さんによる読むことで一日の行動を最適化し、自分にとって本当に必要なことに集中できるようになっている本です。当たり前のことも多く書かれてはいますが、なぜそれが効果的なのか最適なのか、これが改めて分かるので勉強になりました、というふうに送っていただきました。川沢先生の本僕も必ず読んでますけど、どれもすごく勉強になりますね。そうなんですね、人柄もねすごい素敵な方ですよ。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてケンさんが選ばれた本も教えていただけますか。はい、1日1分で文章が勝手に上手くなる本ということで、山口拓郎さんという方が書かれた本ですね。いや、本当このタイトルの通りね、うん、1分でそれで勝手に上手くなったらいいですよね。今こうやっていろいろなメディアというか、その SNS でも発信する機会が多いから、必要なノウハウですよね。そうですね、あの話し方をね、先週、はい、取り上げましたけど ね、あの今度はやっぱりこの文章書き方、やっぱこの文章を書く話すっていうのは現代の今生活で基本だから、うん、両方できるといいですよね。本当にそうですね。はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。世の中は君の理解する以上に栄光に満ちている。 GK チェスタートン。本田健の人生相談リア健、いかがでしたでしょうか。ケンさんね、先ほども例えば今週配信のその人前で話すときにも、ケンさんはいろんな話し方の方も参考にされているっていうふうにお話を伺ったんですけれども、はい、そのこれまで振り返ってみると1年半以上、うん、ケンさんはオンラインでセミナーとかそれから動画配信っていうのをされてきます、来てますよね。やはりそのリアルでは難しかったので、はい、オンラインという形だったんですけれども、うんうんうん、動画で撮影をしてそれを皆さんのもとに届けるっていう時には、その目の前で人がいる時に話すっていうのとまた違うモードで切り替えて話すと思うんですけれど、何かこう意識的にされていることっていうのはありますか。例えばね、Zoom 始まる前にはやっぱり僕ちょっとだけお祈りっぽいことをしますね。あ、そうなんですね。はい、だからそのなんかもしそれがね、こう部屋だとしたら、その よく Zoom に入ってとかって言われるじゃないですか。はい、ってことは Zoom っていう一つ部屋があるんですよね。はい、だ例えば講演会場だったら講演会場にこう行くドアみたいなのがあって、でそのドアに入る前に今日ね、これから素晴らしいことが、癒しとか感動がいっぱいありますようにっていうことをお祈りして、でそして一礼してドアを開けて、まあ、イメージの中でですよ、でそしてクリックしてズームに入るようにしてます。あ、じゃあそれは例えばクラブハウスとかそういう時でも同じ。そうそうそう、クラブハウスの時も結局その入る前にその失礼しますじゃないですけど、こんにちはって言って入るようにしてますね。それはだと音はまだ相手には聞こえませんからね。はいはい、入る時に失礼しますって、こんにちはって入りますね。リアルでね、ケンさんがされている時っていうのはだいたい400人ぐらいですかね。だいたい会場にいらっしゃる方っていうのは、例えば目の前にその参加者の人たちがいる時には、まあ例えばイメージで一番後ろの方まで行くようにって、確か昔ね、ケンさんおっしゃっていたと思うんですよね。その会場全体を包み込むみたいなイメージっておっしゃってたと思うんですけれど、うんうん、オンラインになるとその数とか規模によっても、例えば何千人を世界で見てるっていう場合もあるじゃないですか。そうですね、まあ、この後実は Facebook ライブ英語でやるんですけど、そういう時はやっぱり同じように緊張しますね、英語の方がね。そうですよね、そうするとやはりその時にも、その一つの部屋みたいな感じでイメージして入られるんですか。そうですね、その時はもう少しグローバルな部屋、だからなんか一礼するというよりはなんかもう少しちょっと英語のモードになってます。ああ、へえ。そう、だから3210って言って自分で開けるようなイメージで英語で入っていくような感じしますね。へえ。ね、話す時にそのカメラに向かって話すのと実際に人の前でっていうのも違いますもんね、やってみると。そうですね、まあもう随分慣れたのでね、ですけど、でもまあそれでもやっぱり時々カメラというかパソコンに向かってずっと喋ってるのは不思議な感じがしますよね。そうですよね、うん、私もだから早くケンさんとそのまたリアルでね、この同じテーブルに向かい合ってインタビューっていうのも早くしたいなって、いつになるのかなって思いながら ね、もうそろそろね、コロナが落ち着いたらもう大丈夫じゃないですかね。はい、はい
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しみにしてます。はい、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。また今年1月11日より毎月100円で600回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストで配信スタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、そして毎月本田健の書き下ろしの新刊が読める本田健書店や最新情報に関しては健さんの公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで健さん、今回もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そこでは誰もが